こんにちは、片岡信恵です。心のこと、体のこと、生き方のことなどお話ししています。よろしくお願いします。今日は映画のお話をしたいと思います。シン・エヴァンゲリオン劇場版って今すごく評判になっている映画があるんですが、これを見てきました。このね、中から感じ取ったことをお話ししたいんですが、急にどうしたって思われるかもしれませんね。まあ、このチャンネルにはちょっとそぐわないテーマない感じもしますけれども、まあ、私自身この25年前ですかね、から、エヴァンゲリオンが始まった時からずっと見てたっていうのもあるんですが、まあ、このチャンネルご覧になってる方あんまり興味ないかもしれないんですが、そういう方にも分かるようにちょっとこうらしい落としどころをご用意してますので、最後までねご覧いただきたいと思います。で、途中多少のこう、ネタバレ部分もあるんですが、まあ、映画ご覧になってなくても楽しんでもらえるようにお話ししたいと思いますので、お付き合いの方お願いいたします。エヴァンゲリオンというのが一体どういうお話なのかということなんですが、今から25年ぐらい前にテレビシリーズで始まったアニメなんですけれども、一旦ね、地球が壊滅するほどの規模のセカンドインパクトという、事態が起こった後の世の中を描いた物語で、その世の中に、未知の敵、使徒っていうものが襲っていかかってくるんですが、そこに戦いを挑むのが14歳の少年少女なんですよね。で、この子たちの戦いを通して、その親子関係だったり、お友達関係だったりとか、ちょっとした恋愛感情だったりとかね、まあ14歳ですけれども、軍隊というか所属しているので、上司との関係があったりという、人間関係の問題なんかがね、随所に絡ませてある物語なんですね。で、その25年前のテレビシリーズっていうのがあって、ここで、すごい話題になったのが最終話だったんですよ。で、ずっとその戦っていく中での成長記録みたいなので、物語がずっと続いてきて、最後クライマックス、さあこれ最終話どうなるんだろうって思ったところで、急に精神世界に飛ぶんですよね。その14歳の子供の精神世界で成長をしていくところ、なんかすごく抽象的に描いた最終話でプツンと終わったので、すごい物議になったんですよね。何なんだこの終わり方は、ということで、もうやいのやいのなって、結局そこから5年後にエア、真心君にという、まあ短編日本の映画で、ストーリーとしての決着はそこで一旦ついて完結したっていういきさつがありまして、でそれから10年ほど経った時に、アナザーストーリーとして、途中のねストーリーが少し変わったことで、その先に生まれる別の未来を描かれたのが、映画のジョーハー Q という3つのシリーズがあったんですが、この3つのシリーズがあって、そのラスト締めるのがこの新しく今上映されている新エヴァンゲリオン劇場版という映画になってるんですね。新エヴァンゲリオン見てきたんですけれども、もともとのタイトルが確かね、リボーンだったと思うんです。生まれ変わり、まさにそのタイトル通りも再生の物語だなというふうに感想を持ちました。で、ところどころに過去作品のこうオマージュのような感じで、ポン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 こうシーンが出てきて、昔の作品をハッと思い出すようなシーンがありつつの新しい再生というテーマで描かれてるなというふうに感じたんですが、できっちりやっぱり終わったんですよね。あ、これで本当に最後の作品なんだなって分かるような終わらせ方をしてくれました。ただ本当に難しいんですよ。もともとのエヴァンゲリオン自体がものすごく難しくて、説明してくれって思いますね、見ながら。2時間半って結構映画にしてみれば長丁場の映画なんですけれども、それでも全然足りなくて分からなくて、30時間くらい語ってくれへんかな、この物語って思うぐらいの難解さはあるんですけれども、この難解さですよね、余白がいっぱいあるっていうのがまたエヴァの魅力の一つでもあって、いろんな解釈ができるんですよね。今現在も本当にエヴァの解釈に対する動画いっぱい出てると思います。いろんな人がいろんな立ち位置でいろんな解釈ができるし、そのベースにあるものの考え方っていうものがまたこれ難解なものがあるので、
いろんな解釈ができるっていうのが一つの魅力なのかなと思います。私たちはそうやってこう考える余白を与えてもらった中で自分なりの受け止め方ができる壮大な物語だったなと感じました。ということで、新エヴァンゲリオン劇場版というのはこんな感じの物語ですよというお話をさせていただきまして、ここからが、このチャンネルらしい落としどころへ持っていくところですので、ご覧いただきたいと思います。で、このねエヴァンゲリオンのすべての物語の、一番大きなテーマとしてずっと持たれている計画というのがありまして、それが、人類補完計画っていうものなんですね。ここを中心にお話ししたいと思うんですが、人類補完計画って一体何なのかって言いますと、人っていうのはね不完全な生き物であるというものの考え方から生まれてるんです。一個一個の個体は不完全であるからこそ体も小さく、たくさんの数を用意していて、で他と補い合うことで助け合って生存している生き物なんだと。そのためにたくさん生まれているというのが人という存在なんですよね。これを補完するっていうことは全部人と人との間の枠を取っ払って一つにする、この形をするのが人類補完計画なんですが、これで出来上がるのって神なんですよね、完全体なので。これを作ろうじゃないかという人類補完計画を遂行しようというのがこの長い物語の一番最終的な目的としてずっと語り続けられて計画を実行していくものなんですが、まあベースやっぱり人は不完全なんだっていう考え方ですね。これがすごく意味があることだなと思うんですよ。私たちは不完全だからこそ人としてお互いに補い合って生きていくことができている存在なんだということは、補い合わなければいけないんですよね。助け合いというものをちゃんと持って生きていくべき存在なので、人に甘えていいんだよっていうことを語ってるんじゃないかなと私は思うんです。だから、自分一人で何とかしなきゃっていう風にするのは人間の存在としていけないわけで、人間として存在する以上は誰かと助け合う、誰かと補い合うっていうあり方そのものが、人間の形なんだなと思うんです。何でも一人で全部できたらもう神なんですよね。私たちは神じゃないですから、人間として人として生きていく以上は助け合いましょうよっていうことをこの人類補完計画で私は感じます。それともう一つ、この壮大な人類補完計画っていうものを遂行する碇玄土っていう人がいるんですけどね、この人の計画遂行のための目的っていうのが、これが面白くて、自分の奥さんがね実験のために犠牲になって亡くなってるんですけれども、その亡くなった奥さんに会いたいっていうのが最終目的なんですよ。人類補完計画を遂行すると死んだ自分の奥さんに会える。だからそのために目的として人類補完計画を遂行するんですよね。で、碇玄土という人が一番の司令官としているんですが、その人に付き従う冬月さんっていう人がいるんですけどね、まあ、冬月さんもずっと最後まで碇と一緒に人類補完計画をやり続けるんですけれども、この人の目的って描かれないからわからないんですけど、多分ねマッドサイエンティスト的なところがあって、自分に何か利があるとか目的があるというよりも、ただただ人類補完計画の結果が見たいだけの人なんじゃないかなと思うんですよ。どうなるんだろう、科学者としてこの結論が見てみたいっていう目的の中で、この2人がずっと最後まで人類補完計画をやり続けるんですけれども、で、人類補完計画が遂行された結果どうなるかっていうと、子が全てなくなる、全ての生命が一旦なくなるわけですよね。っていうことは、これむちゃくちゃな話じゃないですか。自分の亡くなった奥さんに会いたいとか、これどうなるんやるということが知りたいっていう、まあいわば2人のおじさんのわがままで全ての生命体を巻き込むんですよね。まあむちゃくちゃな話やなと思うんですけれども、
まあ、これはアニメ上の話だからそういう無茶苦茶なことにはなるんですけれども、現実でねわがまま言ってそこまで巻き込むことってまずないじゃないですか。まあ、せいぜい手の届く範囲内の知り合い程度は巻き込むことがあるかもしれないけれども、生命体すべてを巻き込んだ、ま、わがままってないんですけど、ただこの物語延々その生命体すべてを巻き込んで自分のわがままを通すおじさんの物語だと思ってみたらありなんやって思うんですよね。自分の気持ちを推し進めるためにいっぱい巻き込んでもいいんかと思えるんですよ。で、まあ現実ではそこまでのことはないんだけれども、あの人に会いたいとかこういうことがしたいっていう自分のわがままがあったとして、そこまでのことにならないんだから、まあ、可愛いもんじゃないですか。わがまま言ってもいいんじゃないって思ったんですよね。だからこの人類補完計画っていうものがすごく壮大に大きなテーマとして描かれてるんですけど、その裏に私はもっと甘えていいんじゃないとか助け合っていいんじゃないっていうことを訴えてるんじゃないだろうかというふうに感じ取ったんですよね。まあこれはね、人それぞれの解釈ですから、それができるようなこう余白のあるアニメーションなんですけれども、私はそう受け取れるし、他の受け取り方はたくさんあると思うんですけども、まあそう受け止められるということはきっとわがままや助け合いというものはOK なんだなって受け止めることができたということは、私にとってはそういう意味を持つ作品になったので、まあご覧になってない方はね、まあ、壮大すぎてちょっとね全部見るのは大変かもしれませんけれども、ちょっとご覧になって何を感じ取るのか、この余白から何が得られるのかというのは試してみられても面白いんじゃないかなと思います。いろんな解釈できると思いますので、ぜひ、ね、ご覧になってみられてはいかがでしょうか。はい、ということで今日のお話はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは誰もが自分を大切に人生を楽しむヒントをシェアしています。お気に召しましたらチャンネル登録高評価ボタンの方お願いします。またコメント欄にご意見、ご感想、ご質問などいただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。